MLB、ML ヤンキース2、1R ソックス、日本時間13日、ニューヨーク、ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手が12日、日本時間13日、本拠地で行われたレッドソックス戦に、3番、中堅で先発出場。第1、第2打席とも凡退し、70打席連続で本塁打0に。ヤンキース専門番組の、トーキン・ヤンクス、によると、自己ワースト記録を更新したという。 画像、ジャッジと美人妻の距離感バグる、衝撃の慎重さ、2日米早前8月25日、同26日のロッキーズ戦で1試合2発を放ち、今季51号に到達。しかし、その後は打球が上がらず、前日11日、同12日のロイヤルズ戦では3打数1安打ながらも本塁打なし。 2017年に記録した自己最長の15試合連続でノーアーチとなった。迎えた12日、同13日の宿敵レッドソックス戦。第1打席は初球の内角シンカーを振り抜いたが、もう一伸び足りず日に倒れた。3回の第2打席はまたも初球を強振。高々と上がった打球に、本拠地ファンは立ち上がって行方を見守ったがこれも中日に終わった。 これで70打席連続で本塁打なし。ヤンキース専門番組の、トーキンヤンクス、は自社 X、q ツイッター、を更新。アーロン・ジャッジはこれで70打席連続で本塁打0だ。これは彼のキャリアで最長だと綴っている。試合前の時点で今季は144試合に出場し、51本塁打と126打点はメジャー1位。それでも、 現在の本類打ペースは57本へ交代。一時は2022年に自身が樹立したアリーグ記録の62本類打超えも狙える勢いだったことを思えば、大失速していると言えるだろう。